そうも、木曜です。今日はね、このドラクエモンスターズスーパーライトの、なんと初動画を上げていこうかなと思っていますよ。なんと今日ですね、ついにこの、闘技場システムが解禁されたということで、やってや、なにこれ、運営事務局リ、メンテナンス中か、すまん、メンテナンス中でしたね。はい、ちょっと、ここは戻ってもらって、はい、戻れねえ。しかしですね、皆さん、今回、なんとこの、運営からの神対応来ました。これ。ちょっと待って、戻るで、これ。間違えた。機械電池かなんかで開くけど、これ見て、この、S ランクの、気合をもらうモンスター、プレミアムスライム。そして、これ運営からのプレゼントですからね。さらに、これだけでなくって、このなんと、見てこれ。気合もらうモンスター、キラーマシンライト、A ランク。そしてさらにさらに、このなんか二段重ねになってる、なんか、サーティワンみたいな、スライムタワー D ランクということで、これなんだろうな。何に使うんだろう。どういった用途があるのかわかりませんけれども、これは置いときましょう。そして今回のお楽しみ、シズ、魔法のシズスクビキ、なんと今回このボーナスによって、スタートシュキャンペーンによって、3回だけジャムを、この100個、150個、200個で引けると通常300個いるやつが、つまり3回ね、普通引くのに、900個必要なジャムを、なんと今回、450個の半額で引けるということで、今私ね、ジャムがね、260個残ってますんで、これをね、やっていきますよ。じゃあまず一発目、いきます。お、おー、ランク B 来たー。なんだこれ、す、この、アルゴングレートを当たった。ランク B 久々に来たな。じゃあもう一回行くか。次150個。引きますよ、これ。S 来い、S 来い。S ランク、来た！ランク D、は？クズだな、ほんとに。なんでランク D が出んだ、ほんとに、この、もう全部無駄にしたら本当にもういいわ。ふざけんじゃねえと本当に。